今日ずっと喋ってばっかけん、作業中そうですね動画会でもね、丸一日この4人でずっと喋るよ。マジでまだ仕事もせんでずっと喋る。今動画撮ろうって外出たのに、外出て30分くらい喋るみたいな動画、この2階でずっと喋りよって、このまんま喋ってばっかし仕事ならんけん、ちゃんと仕事中、外行こう、作業しに行こうって言って降りてきて30分喋りよって、で、俺は今の1分でもう作業やった。え？シューね。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 でも見て、おいが一番楽だし、作業。よかーとフィニッシュー。ここだけ。よかねー。よかろうか。こっちは変わってやろうか。よわー。もう社長はすいません。うわ、出た出た都合のよかーときだけ社長言うてから。いや。やっぱ水巻きは社長の仕事や。それ情けなかね。情けなか。それしか知らんけ。そういうしか知らん。おい。腕を食られて。おい。おお。ヨライカメラ持っとっけ。知らん。壊れたらヨライ。それ強かな。ヨライのあの会社からに出してもらうけ。俺の会社から。じゃあこちゃん、そういえばこの間カメラなんか落として壊したね。え、落としてないよ。いついつ落としたことすら忘れた。あ、結構前やぞ。結構前やったっけ。1年前ぐらいだと。そんな前やだか。3ヶ月3ヶ月かえらい汗かいよったよ、こうちゃん。いや、汗かいよったよ。割れたよ。いや、カメラはマジ壊るもんやもん。ね、でもこの仕事しよったら何回カメラ壊してきたか。みなくなくて、田んぼにおっちゃかしたっけ。そう気分なんて池におっちゃかしたっけ。うわおい、待てよ。GoPro ね。GoProだけ俺らからしたらもう壊れて仕方なかって感じやけん、仕方なかよって言うときこうちゃんのもうあわあわしよったもん。いや、もうちょい置く場所は気をつけとけばよかったと思って。最初らへんとかさ、その件のあとさ、俺保険入ったもんね。ああね、故障のね。そう最初らへん電子機械故障の自分で保険入ったってこと。あ、車の保険にあるんですよ。なんかそこらへんなんかしっかりしとっていうかなんかね、しっかりしとるよね。誰かに突っ込まれた？それ偉い。いや別に仕方なかで終わったよね。いや仕方なかで終わったけど、その時マジでお金当時ね、本当ね、本当にお金がなかった時やったけ。ああ、なるほど。俺はなんかそんなさ、わざと知らないことに絶対怒らんけ、100% 怒ってないと思うけど、もしかしたら怒ってないけど、みたいには言ったかもしれない。ヨーライ絶対仕方なかって言ってくるんだ。いやだって、わざとじゃないことに怒って、いやわざとなんかしてきたら怒るよ。でもわざとじゃない頑張ったミスは俺は絶対怒らん。当時あの一人で撮ってたり してた。ああ、で、ただで三脚で撮るの撮るのあー風とかでね。でその時マジで金なくて、俺が多分月5万円とかで1ヶ月生活しようった時さ、カメラ10万円さ、もうねアコム行くしかないぐらいの感じさ。とかぶっちゃけに借りよった金に車も買ってもらったし、カメラも何台で買ってもらった。マジ何百万ぐらいで買いとるよ。すごかね。で、はいや絶対ヨーライやったら成功するけん、よくはよ成功してからでって言って、うわー、うち、あ、ノアも買ってもらったもんね。はあ、マジでカメラ壊れた時もカメラないけん終わったって感じさ。おお、これからさ、これしかないけん、これを死ぬ気でやるよけどさ、カメラなかったら何もできんやん。そうね。でもわざと壊したわけでもないけんさ。でその時俺も10万って出せなかったんすよ。いや出さんでよかったと思う。だけんそういうのもあっけん保険に入ったんさ。そうで、そんなピンチはいっぱい。あで大分で釣りしよった時にぶつけたもんね、車を。釣り車をで動かんくなって、釣りに行けんくなって、うわーってなって、まあ、それもわざとじゃなかけん別に責めたりはしておらんけど、事故やけんね。そう、もう、あの、なんていうと、マジこれからもうこれしかないで、33歳の時に始めたけん、俺は仕事を辞めて月5万で生活しつつ収益を伸ばしていこうという時やけん、俺 YouTube 失敗したら死のうって思えたぞ、これマジで。ああ、そう言いよったね。本気で死ぬつもりやったさ。だってさ、その当時なんて YouTuber ってなんかバカ扱い、
目分け YouTuber じゃないけど、ね、何 YouTube で仕事ってみたいな、うんうん、めちゃくちゃバカにされる存在やったけん、ここでうまくいかんで前仕事何やってましたかとか、ちょっと、うん、ちょっとは有名やったけんさ、うわ YouTube しよったやつやんで、多分仕事先はあの当時はなかったさ、今やったら YouTuber やって終わって普通に就職があったかもしれんけど、あの当時やったらね、なんお前 YouTube とかしよったとみたいな感じで、絶対会社も受からんぐらいこう嫌がられる職業というか、なんかバカにされとったけん、もう俺は仕事引きらんけんしよってやろうとかね、なんかもうとにかくもう親戚中から反対されたけんね、俺もうそうね、何しよっとみたいな、恥ずかしかけんやめてって、そういう、そういやでもそんな存在やったもんね、ああ当時は本当にそうだけん、これで俺33人もなって仕事辞めて、世間からバカにされる、親戚中から大反対されるような YouTube がダメやったらマジで死ぬつもりやった、もう人生もう終わりやけん、ってぐらい覚悟決めて死ぬ気で頑張りよん中、カメラ壊れて絶望して、うん、でも仕方なかよで、車壊れて絶望して仕方なかよで、もうマジで、あ、俺明日からどうしようだけ、 それこそ高典くんみたいな感じ、うーん、あれ俺明日からどうやって行こうっていう感じやったけど、うん、が全部助けてくれた、全部100万ぐらい借りたもん、全部でいいよいいよって、いつでもいい、陽来は全部、すごい、陽来は 100% 成功するけん、成功したら返してくれたらいいけん、いつでもいいって言って、10倍にして返した、いや普通に返したでその3ヶ月後には月100万稼げようと、うん、うわーい、その時にですよ、一回その後も何かあって保険で直そうとしたんです、うん、そしたらいや1000でいい、陽来、うん、だって宗くんの責任ではないよ、うん、そうね、でも、ね、俺はその状況、その状況を知ったって、胸から普通に働きよったけ、まあ、普通の給料はあるさ、俺は月5万で生活しよったけど、でもそこで胸を君に出させるのは違うやん、だって自分のもんで手伝ってくれよ、立場でさ、ヨーラインの動画の、そう、俺の手伝いで無償でしてくれよったけさ、おカメラ壊した弁償しろとは言いないよ、そうね、絶望しよった、でマジアコムにも何回も行ったし、うん、それでも借りれんくなったらもう君に相談したら、君はもう即いよいよ、なんで先に言わんと、はあ、それ大したもん、そうそう、それも俺が返すよみたいな感じで全部支援してくれて、で、うん、絶対陽来成功するけんいいよって言って、うん、3ヶ月後に月100万ぐらいになったけど、団地から引っ越さんばけんこうする、君にお金返さんばとか言って、その次から100万、200万、300万みたいな感じでもう倍みたいになって稼げていけたさ、500万超えた時にも俺月5万で生活しちゃった、もうこれが国のトラップさ、うん、稼げば稼ぐほど税金が死ぬほどかかって手元に残るのが少なくなって、でも前以上に50万とか残ったとしても、カメラを買わんば、うんうん、国にお金返さんば、うん、団地じゃ夜撮影せんばけん引っ越さんば、うるさいけどね、費用が50万かかるとか言って、うん、半年ぐらい100万、200万、300万、300万、400万とか入ってきた半年ぐらい、ずっとそれでも5万しかなんか使えん生活しよって、世の中絶対金持ちにならん仕組みになっとんやんって、その時絶望したもんね、うまいこと国が取っていく仕組みになって、俺このままどんだけ再生数増やしても多分月よくて30万で生活してやろうなと思ったら、引っ越しもできて、キム用のパソコン買って、ハタ用のパソコン買って、車代を返して新しく車買ってって、全部整った次の日ポーンって300万ぐらい余ったさ、うん、びっくりした、300万余ったってなった、うん、でもギリギリの生活でめっちゃ稼いでるのに全然お金がないっていうのがずっと続いて、突然300万ぐらい余ったさ、うん、びっくりした、あ、それは現金であるってこと、現金っていうか、まあ、まあ通帳に、そうそうそう、だけど買った分全部なんかの返済とかもうで給料も渡して、もちろんもちろんで、陽来のお金が300、会社のお金、お金じゃないけど、ね、まあ、会社のお金300万300万余って、えっってなった、おお、国って意地でも30万しか渡さない仕組みって思いよったけど、おあらってなった、そんぐらいにちょうどおいの会社がなくなった、そうで宗くんが入った、仕事場がなくなった、はあタイミングやね、なんだろうね、今よりその時は人数も少なかったし、うん、うん、でも不思議なもんで人ってあのいいとこしか見らんちゃうね、そうね、稼ぎよろうみたいなね不思議なもんで、いやマジ死ぬ気で頑張ったっけそうね、マジで死ぬ気で頑張ったよあの時はいいとこしか見えんちゃうね、そうそう、マジで月
月5万ぐらいの生活を1年間しよって、その1年間平均睡眠時間1時間ぐらいやった。一人ですね、編集したかね。2年間一人で編集したけ。うん、2年間一人で編集して、俺がよう全身ジンマシンできよったって言うやん。こう釣りとかから帰ってきて、さあ編集しようってパソコンの前に座ったら、ブツ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 ザーって拒否反応やろね。背中やばかったもんね。そう、でも今日中に終わらせんばみたいな感じで、もう毎日もう徹夜とかも何回もあった。毎日投稿やったと。その時よ、いや週5回やけど、編集だって一人でやったら10時間ぐらいかかんや。キムとハタは何場所だったっけ。仕事しよったっけ。あ、そうか。で、両来が先にもう仕事辞めて、そう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 。で、その3ヶ月後ぐらいにキムとハタ仕事辞めてもらってしたけど、キムとハタが辞めてから半年ぐらいは俺一人で編集しよった。あ、仕切らんって思いよったっけ。そしたらキムが、なんか、ウームからパソコンもらったっちゃんね。へ、そしたらキムが、俺もやってみようかなみたいな感じでちょちょちょって始めたら、なんかできたぞ。おうおう、ほら、キムでくんやんってなって、で、旗はたまに見よう見まねでしてくれよったさ。おうおう、たまにね。でも、お、旗もでくんやんってなって、旗にもしてもらうようになって、やっと俺が寝れるようになったって感じ。楽にはなったっすよ。そう、2年間ほとんど1時間睡眠で、お金も月5万ぐらいで。はあ、大変よね、しょっぱな。自分で、そう、自分たちでし始めて。すぐ株式会社になったと。で、そこら辺で、3年目。で、そこら辺で、宗男君が入ってきてぐらいの時に、ウームの誘いがあって、半年ぐらいずっと悩んで、ウームに入ったきっかけが、このいくら以上稼いだら法人化しないと損するみたいな税金が変わるけ。おうおうおう、法人税が 35% さで、個人事業主だったら 50何パーって確かあるさ、でその年収がいくら以上になったら法人化せんといかん。でその法人の可能手助けをしますってウームに言われたけん、あ、これいつか絶対超えるけん、法人化とか分からんやん。税理士とかもその時聞けんで、自分で確定申告とかしちゃったけん、税理士の付け方とかも分からんしね、仕方も分からんけん、ムームに入って、その YouTube に特化した税理士さんがいるけん、あの紹介しますよみたいな感じで、はあ、でムームに入って法人化したのが、そっから何年後やったとやろうね、あれは。3年目か2年目ぐらい。あ、じゃあ徳ちゃんが入った時はもう株式会社やったと。やったと思う。その後ぐらいに徳ちゃんと出会った感じかな。いや、まだやった。あ、まだ株式会社じゃなかった、ね、なかった。会社にもなっとらんやったかな。俺とキムと旗3人で、あのは会社携帯、まあ個人事業主やけど、うちで働く感じでしょって。宗男君と徳ちゃんは無償で手伝ってくれる。あ、無償待、まあ、釣りはまあ出よったけどね。そう画面には映るけどみたいな。まあ、だけ編集とかそういうのは何もなく、撮影の時にだけ。今で言う誰やろうね。まあ釣り一緒に行こうみたいな、あ、山メンバーみたいな感じ。あ、釣り行くけん来るって言ったら、お、その釣り楽しそう、俺も行くみたいな。あ、なるほど。そうな感じで宗男君とか徳ちゃんは出てくる。まあ俺も行くみたいな軽いノリじゃないけどね、俺がお願いしたけどね、ごめんけど来てくれって撮影したいけん。はいで、二人からすると、あ、好きな釣りもできるしいいよって言ってくれてる感じ。っていうのが 1,2 年あったんじゃないかな、宗男君と徳ちゃんは。そうですね。で、まあ、会社に一応せんといかんと思うけんからの、社員になるみたいな感じだったっけ。そうです。宗男君がその会社にして、ちょっとして様子見て入れそうかどうなのかで、多分徳ちゃんまでだとまだ多分、あ、そうね、ちょっと不安件っていう。そうやったね、収益とかで足りるかなみたいな、給料はちゃんと払えるかなってとこやったと思う。で、これあのそれでも大丈夫って言われて、俺がまずそのまま仕事を辞めれるかどうかが分からんっていうか、それこそあれよ、自分その俺の給料を作るのに、あの料理チャンネル、あ、そうやったよね。最初まだに続いとんもん。酒屋じゃなかったっけ、それが。いや、飯、それが料理チャンネルで。木村主任か、あれは。木村入るときに、木村のチャンネル作ろうで、酒屋ができたっていう側面もある。その分も賄わんばけみたいな。そうやったね、そういう時が料理チャンネルやったね。宗男君、一人のチャンネルにしたもんね、最初。そう、最初そうやった。ご視聴ありがとうございました。
釣り岡でしょうでは8月4日まで極楽湯コラボを実施してます。コラボの湯、コラボフードメニュー、コラボグッズなど販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。コラボグッズは、通販サイトでも購入できるので概要欄から見てください。おー